はい、皆様こんばんはでございます。のりしさかぶらぎこと歌舞伎 TV でございます。久しぶりにですね、ライブを、今からまあそんな長くない1時間ぐらいで終わらしたいんですが、ライブをやりたいなと今思って、やり始めました。で、今日はですね、東京はですね、非常にですね、暑くて、35度近くまで行ってるはずです。はい、ジョンさん、こんばんはです。ようこそいらっしゃいました。私の、YouTube チャンネルライブへようこそです。Welcome ですね。はい。でですね、今日はですね、まあ、東京はですね、34度ぐらいまで行ったんですかね。33度 ?4 度 ?5 度かなりやっぱり暑かったです。で、皆さんのお住まいはどうだったでしょうか、今日は。全国的になんか今日は暑かったというような話は聞いております。特にですね、西日本の方は暑かったような気が、暑いかったような感じでございます。で、今日はですね、例のごとく、エンコーダー一切使わずに、ジュンさんがですね、長野の松本は暑かったですというふうに、おっしゃってます。はい。今日のですね、ライブ配信は、エンコーダーソフトは一切使わず、純正に、Google Chrome と、YouTube ライブシステムだけでですね、配信を行っております。多分ですね、安定をしてますので、大丈夫だと思います。はい。今日は本当にね、東京も非常に暑かったです。今日は何度だったんですかね。東京はですね、ちょっと調べましょう。東京はですね、実際の温度。今日はですね、32度ですね。違いますね。32度っていうのは、今32度なんですよ。東京はですね、この時間でもまだ32度あります。はい。非常に暑いです。今日はですね、36度でしたね。もう猛暑日超えてました。はい。すいません。東京は36度でした。はい、今日は。で、最低気温が27度だそうです。ですから今日も熱帯夜でございます。はい。私はですね、冷房を今入れてるんですが、それでも室温は28度ありますんで、冷房を入れてるのに28度ありますんで、いかに外がですね、暑いかということをお分かりになっていただけると思います。ということでした。で、どうなんでしょう。他の地域をちょっと見てみましょうね。今、ですね、大阪が今29度、広島が30度。今、やっぱり東京が一番暑いんですね。で、あれですよ。マニラなんて28度ですよ。フィリピンの方が涼しいと。東京より。へんてこな、あれですが、クラーク空港のある、エンジェルがあるところの、なんて今26度ですからね。うわぁ、本当に涼しいですね、フィリピンの方が。秘書に行けますよ。本当に。で、長期予報、3ヶ月の長期予報がつい最近発表になりましてですね、9月も引き続き暑い日が多いという、長期予報になっております。ですから皆さんもですね、体調管理にですね、くれぐれもお気をつけいただいて、はい、お過ごしください。はい、としさん、こんばんはです。広島もですね、今日暑かったんじゃないでしょうか。広島は32度ですね。それでも。東京がやっぱり一番暑かったんですかね。主要都市ではですね、36度、東京が、今日の最高気温が。
今でも32度ありますんで、この時間で。もう8時過ぎてるのに32度あるということは、まあ大変な暑さだということですよね。まあね、フィリピンより暑いんですから。で、今日は、8月の25日で、高校野球も終わりまして、はい。あつしさん、こんばんはです。あつしさんのですね、地元、秋田なんですが、甲子園でですね、準優勝いたしまして、全能ですか？非常になんか秋田は盛り上がってると聞きました。金属農業って言うんですか？僕読み方がちょっとわかりません。とにかくですね、今、秋田はフィーバーしてるようですよ。かなり。そうですよね。だって準優勝ですからね。すごいですよね。準々決勝ぐらいが、東京の日大三高と当たって勝ってますんで。はい、はい、マリッサさん、グッドイブニングでございます。マハルじゃねえや、なんだ、忘れた。忘れちゃった、I forget。こんばんは、グッドイブニング。マリッサさんはですね、今日、レイテ島から、マリッサさんの実家があるレイテ島から、マニラに戻ってきたばっかしです、今夜。ですから、多分お疲れだと思いますよ。大変らしいです、いろいろと。あ、マガンダンガビーでした。はい、思い出しました。はい、こんばんは。はい、マガンダンガビーです。はい。マガンダンガビーですよ。はい。最近ですね、僕は実は、まあ、英語も引き続き勉強してるんですが、ですね、はい、アツシさんがコメント入れてくれまして、103年ぶりの決勝進出です。皆様の応援ありがとうございましたということで、103年ぶりですか？すっごいですね。もう、103年ぶりですか。すごいですね。拍手ですね。拍手。拍手。ということで、おめでとうございました。準優勝ですから、はい。高校野球で準優勝。大変なもんです。ということで、マリッサさん、レイテ島からお帰り、今日お帰りになってマニラに、過労館の方にいらっしゃる、自宅にいらっしゃると思います。で、お疲れだと思います。はい。それなのにですね、私のその YouTube ライブを聞いていただき、本当ありがとうございました。で、私ですね、今月と来月、9月はですね、おとなしく、日本にずっといるんですが、10月から、11、12、1と、11、12、1と4ヶ月連続で、フィリピンに参ります。で、フィリピンもですね、ちょっと様子が変わってましてですね、セブ島、皆さん多分、セブ島はご存知だと思うんですが、ちょっとセブ島のですね、7月からですね、空港がリニューアルしまして、国内線と国際線のターミナルがですね、こう分かれまして、ターミナル2、ターミナル1ができまして、ターミナル1が確か国内線専用で、ターミナル2が国際線専用かな？逆かな？どっちだかちょっと忘れましたけど、そう、7月からなってます。ですから、もしですね、セブ経由で、例えば他のところ行かれる方はちょっとお気をつけください。そういうことで。なんか歩いて行けるそうです。ターミナル間は。ちょっと現地の日本人の方に聞きましたら、歩いて行けますよということでしたんで、そんなには
心配することないようです。はい。という、プチ情報でございました。で、まあ、マリッサさんのですね、実家があるレイテ島なんですが、レイテ島というのはですね、第二次世界大戦の時に非常に戦争が激しいところで、映画にもなってますね、レイテ島の戦いとかいうので、映画にもなってる激戦地でございます。ですので、私はですね、まあ、日本人の、元日本兵がですね、たくさんあそこで亡くなってるっていうのも、聞きました。で、もっとひどいことは、とにかく食べるもんがなくて、死んだ人の、肉を、人肉をですね、食べたという記事も、見ました。レイテ島で、そういうことがあったようです。で、もう、非常に悲惨な、レイテ島なんですが、今はですね、もう、何十年前のお話で、多分変わってるんかなと思うんですが、私はレイテ島はまだ行ったことないので、ぜひですね、一度、そのレイテ島に行きたいな、と思ってます。で、まあ、マリッサさんがまたですね、実家にお帰りになるとき、チャンスがありましたら、連れてってもらおうかなと思ってます。で、トシさんともそんなお話を、旦那さんなんで、マリッサさんの旦那さんのトシさんとは、そういう話も、させていただきました。ということで、ぜひですね、レイテ島に一度行きたいな、というふうに思っております。まあ、多分マニラから飛行機で、国内線でレイテ島に向かうんですが、多分そのマリッサさんの実家はですね、山岳部で、空港からもかなり遠いというお話聞きましたんで、大変みたいですね、行くのはね。で、今日はですね、テレビの方では24時間テレビというのが日本テレビ系で、やっておって、24時間、毎年、恒例の、あれで、まあ、思い返せばですね、5年前ぐらいですかね、もう5年前ぐらいなんですかね、僕はちょうどこの時期に精神的に病んでまして、この後9月にですね、5年前の9月ですかね、精神病棟に3ヶ月間ちょっと入院をさせられまして、すっごい辛いを、思い出がある時期なんですよ、この時期って。うちにこうぐーっといて、ベッドにぐーっといてですね、もうどうしようもなくて辛い、思い出がございます。まあ、今はですね、おかげさまで元気なんですが、まあ、私のその持病、持ってる持病がですね、今、まあ、元の、先生がですね、外来をできない状態で、私この半年間ですね、検査、投薬、診察が受けられてないっていう状況で、非常にですね、困っておりまして、今、方法を模索しております。私のその難病というのはですね、途中でですね、つい何年か前かに病名が変わりました。前はですね、原発性胆汁腺肝硬変という、病名だったんですけど、今は原発性胆汁性胆管炎に変更になりました。はい、タカさん、こんばんはです。はい、タカさん、いつも、ご連絡ありがとうございます。で、私のその病気っていうのがですね、まあ、一応その、ステージがありまして、1、2、3、4かな ?4 ステージまであるのかな、癌と一緒ですよね。ステージがありまして、私は今、ステージ2の状態で、ステージ2ですとですね、原発性胆汁性胆管炎というのはどういう症状が出てくるかというと、黄疸ですね。あと、倦怠感とか。ですね、そういうのが出てくるんですけど、今のところ僕はですね、その黄疸も出てきてないんです。おかげさまで。
で、薬もずっと飲んでないんですけども、なぜかその、ぶり返さないのかどうか、ちょっと血液検査してないので、詳しいことはわかりませんが、まあ今のところは調子がいいと。ということでございます。まあちょっと心配なんですがね。トシさんもですね、すごい心配していただいてですね、本当にありがたいんですが、今ですね、いろいろなとこの部署にですね、また再度ですね、調整をしていただいて、全く新規でですね、新しい病院に診察に行けるような感じでございます。で、多分もう今月の末ぐらいには、多分新しい病院に、多分あの外来行くと思います。ですから、懸案だったですね、診察受けられない、検査受けられないっていうことからは脱出できるようでございます。まあ、一からの、ゼロからの、検査、あれなんで、また検査が必要になってくると思うんですが、まあ、僕のこの症状が発見されるまでは、まあ、3年ぐらい、4年ぐらいかかってますんで、最初はですね、ファーストオピニオンは、どこのか、病院行っても、大きな病院行ってもみんな膠原病ですっていうふうに言われましてですね、膠原病というのはですね、投薬どんなやつ治療するかというと、ステロイドを飲まされるんですね。で、ステロイドっていうのはもう体ボロボロになるんですよ、飲んでいくと。多分最後にはステロイドで死んでしまうっていう感じなんですが、まあ、僕はそれを拒否しまして、どうせだってステロイド飲んだって治りはしないんだから、ボロボロになるよりはいいっていうので、入院しろっていうのをもう無視してですね、ずっと入院しなかったんですよ。それで、それでも具合が悪くなって、たまたま、町医者に行ったら、前先生の病院を紹介していただいて、そこで、3年間かかって、僕、今の病名が分かって、ステロイド飲まなくて、よかったねという先生が言いました。冠城さん、もしですね、このまま、膠原病の診断でですね、言ってたら、あなたはステロイド飲んでもう死んでたかもしれませんよって言われたので、まあ、そうだったんですねっていう感じで、まあ、今は、まあ、なんとか、安心はしております。で、で、この前のですね、事後報告なんですが、まあ見ていただいた方もいらっしゃると思います。私がですね、今使っている iPhone 8 Plus を、キャリアはですね、ソフトバンクなんですが、SIM フリー、SIM ゲタっていうやつですね、いわゆる SIM ゲタっていうやつをですね、使いまして、ドコモ系の U モバイルという、格安 SIM を使用しましたよっていう、ビデオを、上げましたんで、まあ見た方もいらっしゃると思うんですけども、今もですね、順調に、問題なく、使えてますね。一応今ドコモ回線で 4G も入りますし、問題なく使えてます。で、書き込みにはですね、ソフトバンクだったら、無料で、SIM フリー化できますよ、というふうに、書いてありましたけども、まあ、ゆくゆくはですね、キャリアじゃなくて、格安 SIM の方で運用していきたいんですよ。っていうのは、やっぱり高いですから、キャリアは。月々最低でも7、8000円かかる。もうこれ今、問題になってますよね。菅官房長官がですね、まだ4割ぐらいは下げられるんじゃないかっていう発言もございまして。で、今、総務省の方では、その検討をしてるみたいですね。その、モバイル、携帯電話の料金について。で、もう、前にもですね、ちょっと私、自分なりのキャリアの選び方というのも、動画にアップしておるんですが、そうですよね、日本のキャリアっていうのは自分の会社の利益を優先してですよ。消費者の利益を無視して、2年縛りとか3年縛り、キャリア、SIM ロックで縛ったりとか、まあ、外国から見ると信じられない、ことをやってるんですよ、日本の企業は。三大キャリアはですね。もう、フィリピンとか海外は、
もうSIMフリー当たり前で、どうぞ好きな、キャリア選んでください。通信会社選べるようになってますけど、日本はですね、今ようやく、そのSIMフリーにも、できるようになりました。で、ね、遅れること、何年ですか？ですから、そういうところで日本っていうのは非常に遅れてますんで、なんでその携帯電話がこんなに高いのか。日本一高い、世界一高いんですから、日本の携帯代は。はい。その次に高いのが多分イギリスかな？どっかなんですよ。アメリカか。アメリカが、高いのかな？うん。まあ、とにかく日本の、携帯料金は高い。で、皆さんが、まあ、お使いだと思いますけども、すっごい高い不利益をですね、皆さん被ってるんですよ。で、来年の秋から、楽天がですね、キャリアに進出しますんで、まあ、価格破壊が起こることを、切にですね、希望する、次第でございます。やっぱり、消費者ファーストで言ってほしいですよね。自分の会社利益確保のために、2年縛りとか3年縛りを優先させて縛る。あと、その代わり携帯の端末代安くするから長く使ってねっていうのはよくわかるんですけども、あまりにも縛りすぎですよね。うん。これはですね、やっぱり社会問題にもなりつつある、その2年縛り、3年縛り。これ多分2年縛り、3年縛りは多分、言及されてますよね。やめるようにっていうふうに。で、キャリアだから高いっていうわけじゃなくてですね、キャリアでも何でも安ければいいわけですから、で、競争力つければいいじゃないですか、自分たちの会社で。ね。縛って囲うんじゃなくて、もっとオープンにして、SIMフリーバンバンしてね。で、移ってもいいような、例えばですよ、日本がナンバーポータビリティで、ナンバーをそのままでキャリア変えるとなるとですね、手数料が4000円ぐらいかかるんですよね、確か4、5000円。で、こんなところもなかなかないですからね。多分、他のところはちょっと僕は調べてないですけど、多分そんなに手数料はかからないと思います。まあ、そもそもそのナンバーポータビリティっていうのが多分ないのかもしれませんね。まあ、あっちは基本的、海外は基本的ですね、SIMフリーなんで、ね、多分ナンバーポータビリティではないかもしれませんね。だってSIMだってそのまま使えるんですから。うん。他の携帯に移したとしてもね。SIMフリーの端末であれば。で、一つですね、ちょっと僕が懸念してることがありましてですね、メルカリなんですが、メルカリがですね、非常に業績悪いようですね。で、その投資家がですね、先行き不安でかなり株を売ってるようで、株価が半分ぐらい下落してるという話を聞きました。で、メルカリはですね、マザーズに上場して、かなりの高い初日の株価、つけましてね。みんなは期待してたみたいですけども、メルカリはなんか今、業績があんまり良くないっていうようなことを聞きましたんで、まあ、これからどうなるか、メルカリが。ちょっと、まあ、皆さんでこう、見守るという感じになるんですかね。で、あとですね、僕はね、言いたいのが、その、格安SIMでも、クレジットカードがないと、契約できないっていうところがほとんどで、これもですね、やっぱり不平等ですよね。クレジットカード全員が持ってるわけないんだから、銀行振込とかでもできるように、やっぱりしてほしいですよね。
だから日本は例えばその携帯電話だけじゃなくてインターネット回線、今はインターネット回線だいぶ安くなりましたけども、昔は NTT がもう独占状態だったじゃないですか。電電公社の、あの回線をみんな使わせてもらってるわけですから、あもうね、もう一人勝ちだったんですけど、まあ海外からもですね、その独占独禁法に違反しないかとかいろいろ言われまして、あのかなりあの、うん、変わってきてますから、あのインターネット回線もですねかなり安くなってますよね、昔から比べると。だって海外なんて非常に安い、アメリカなんて多分1ヶ月多分アンリミテッドでインターネット回線って月々1000円とか2000円ぐらいで多分できるっていうような話を僕は聞きました。これはまだ確認してませんけども、どうなんでしょう、そういう海外事情に詳しい方いらしたらぜひ教えてください。まあとりあえずそのまあグローバルと言いますか、その世界的な目を見ますと、いろいろ日本はまだ遅れてる部分が多々あります。で一応そのまあナンバー3、国際、GDP ではナンバー3の地位をまだ維持しておりますが、まあこれはいずれ抜かれますでしょう。あのアジアのある国にですね、どんどん今あの GDP 上がってますんで。あのまあ日本はこれ以上 GDP が上がる要素がございませんので、どんどん下がっていくんだと僕は思ってます。でここでですね、また、豆知識その2なんですが、私ですね、実は、来年の1月の31から5日まで、フィリピンのセブ島に行く予定をしてまして、もう早々にチケット買ってたんですよ。セブパシフィックっていう、フィリピンの LCC で買ってたんですが、つい最近ですね、時間が変更になりまして、時間が変わりました。出発時間、あの行きの出発時間、帰りの出発時間が変更になりまして、でメールが来ましてですね、更新をしてくださいということで、あのしたんですけども、その時にですねちょっとできなくて、更新が自分でできなくて、あのセブパシの問い合わせ番号が分かってますんで、そこへお電話したんですよ。そうしたら一応セブパシでは時間が変更になったりとかした場合に、無償で、他の便に変えられる、もしくは、手数料なしで、全額返金が受けられると、キャンセルができるということを言ってました、オペレーターの方が。まあ、結構 LCC なのに、そういう時はちゃんとやってくれるんだなっていうのを、まあ、再認識しましたんで、まあ、先発はなかなかいいんじゃないって感じですよね。僕も今回その初めてこの時間変更っていうので、あの変更、あの他の便に変更が無償でできて、全額返金もできるっていうのは初めて知りましたんで、まあ僕はもう安い、あの1月はもう往復で1万円の安いチケットだったんで、セブ往復1万円の安いチケットを買ってたんで、もうキャンセルする気はもともとございませんので、これ以上安いのないので、で、ついちょっと前、まあ、あのプロもあのセブパシフィックでもやってたんですが、私が探したところによると、来年の2月の、マニラ往復で1万8000円、最低が1万8000円で、そんなに安くはなかったですね。はい。
で、やっぱりですね、こういうことをやってますと、いろいろその同じような、フィリピンに毎月行ってるような方と、Facebook お友達からですね、実際に、お友達になりまして、実は11月のですね、18から24の間に、たまたま偶然なんですが、その僕の Facebook 友達の方も、マニラに18日から23日まで滞在するということが分かりまして、それじゃあ一回マニラでお会いしましょうということになりましてですね、一応、11月の18から23の間にですね、お会いすることになってます。その方と。Facebook お友達の方とですね、お会いすることになってます。11月。で、来年の1月はですね、たまたまやっぱり Facebook のお友達で、セブに移住してる方がいらっしゃって、セブ住まいの方がいて、自宅に遊びに来てくださいって言われたので、来年の1月から2月3日にかけて、多分前半マニラ、後半はセブというような形になると思いますんで、そこに、の時に、その、お友達の移住してる日本人の方の自宅にですね、遊びに行こうかなと思ってます。はい。というように、この人の輪がね、やっぱり、広がってるんですよね、結構ね。うん。で、今日ですね、実は、昼間ですね、ちょっとしたサイトで知り合ったフィリピンの女性の方から、ちょっと、連絡がありまして、ちょっと電話でお話をしたんですよ。で、そのフィリピンの女性の方はですね、年がもう43歳で、で、お子様がですね、5人ぐらいいらっしゃって、で、旦那さんがですね、日本人なんですね。で、日本人の旦那さんが、5年前、10年前かな ?5 年前か10年前までは、フィリピンに一緒に住んでたらしいです。ところがですね、癌で亡くなったみたいですね。聞いたら、なんか、癌で亡くなって、で、今は、その、子供たちと、その、女性、フィリピンの女性の方と住んでるようです。で、もう上のお子さんたちは大きくて、21とか20歳とかって言ってましたんで、まあ、大変だなと。ね、旦那さん亡くして。っていうようなお話をちょっと聞きました。で、その彼女も言ってたんですけど、私の人生あんまりハッピーじゃなかったですっていうふうに言ってましたけど、まあ、フィリピンでシングルマザーは大変ですよね。うん。だからマリッサさんも苦労なさったんだと思います。シングルマザーですから、マリッサさんも。で、もう毎月のように、もっとすごい人がもう毎月のようにですね、フィリピンに行かれてる方もやっぱりいるんですよ。かなり。で、それもですね、LCC 使わずに JAL とか全日空とか行ってる方がいらっしゃって、もうびっくりしましたよ。それでなんでそんな行けるのかなと思ったら、自分のお金じゃないんですよ。会社のお金で、行ってるみたいです。で、経費で落ちるんでしょう、多分。だから経営者の方だと思いますよ。どっかの会社やられてる経営者の方だと思うんですが、会社も落ち着いたって言ってましたんで、飛行機代が。ですから、なんかそういう JAL とか全日空使えるみたいです。で、僕たちはですね、年金暮らしですから、ね、そんな贅沢できませんので、もう LCC でもうしか行けないので、まあ、JAL とか全日空は多分乗ることないと思うんですけども、
まあこれからはですね、どうなんでしょう。フィリピンに行かれる方、要するに女性の方は、そのセブ島にはすごい興味をお持ちの方いらっしゃって、僕の周りでもセブ島は一回行きたいなっていうふうに気になってたんですよねとかっていう女性は結構多いです。はい。でも今日ニュースでやってましたけど、なんか日本人、あっちの在住の日本人の女性がなんかピストルで撃たれて殺されましたよね。まあ、あんなことがですね、フィリピンでは年に何回かあるんですよね。殺されるとかいうことが。ですからね、セブ島だから、観光地だから安全というわけではなくて、やっぱりその辺は気をつけないといけないと思います。で、セブの、住んでる方に言わせると、セブもマニラもあんまり治安は変わらないと思うんだけどっていう方が結構多いです。まあ、後ろをちょっと見ますとですね、なんかいろいろなんかごちゃごちゃ、脱ぎ散らかしてるのが見えるんですけど、この前ですね、実は話コロッと変わるんですが、5日前ぐらいに、ここへ僕引っ越してきて5年になるんですけども、初めてですね、でっかいゴキブリが出現しまして、まあ殺したんですけども、初めてなんですよ。5年間いて、今までね、まあ僕のとこ11回ですから、まずゴキブリは出たことなかったんですけど、なぜか今回ですね、ゴキブリが出まして、でっかいのが1匹いたんですよ。で、バシーッと殺したんですが、まあこれからも出てくるのかなと思います。蚊は出てこないんですけども、どうなんでしょう。ゴキブリ11回まで来るんですね。まあ今年暑かったから余計なのかもしれませんけども、まあマニラでもコンドミニアム泊まった時に僕ゴキブリ殺してですね、写真に撮ってフェイスブックに上げたんですが、まあ暖かいとこはしょうがないですよね。まあゴキブリはいますんで。まあ、あと、そうですね、来週1週間で、まあ、8月も終わりますんで、まあ、まあ、9月も引き続き暑いというような感じですので、皆さん、体調の方、私も含めまして、自分も含めまして、皆さん、体調の方は、くれぐれもお気をつけくださいませ。はい。特に西日本の方は暑いみたいなんで、引き続き。まあ、とりあえずですね、これから、まあ、来年向け、短期のスパンではなくて、長期にわたってのですね、まあ、ビジョンって言いますか、先が、まあ、私の場合は、まあ、病気もありますんで、どうなんでしょうか、先があんまり、まあ、見えないというか、不透明というか、なんですが、まあ、それを考えてたら仕方がないので、もう、そういう、あれになってますんでね。まあ、まあ、元気なうちに、まあ、どっか遊びに行ければいいなと思ってます。
で、フィリピンにもですね、マリッサさんとかの、あと、まあ、僕の、その、もう4年ぐらいお付き合いしてる、お付き合いっていうか、彼女じゃないですよ。お友達としてお付き合いなさってるフィリピン女性の方もいらっしゃるんで、マニラ行くと必ず、会って、まあ、ご飯食べたりとか、今度、10月もですね、トシさんと一緒にコンドミニアム泊まりますんで、ステイしますんで、その時に、ここへ泊まるから遊びに来てくださいっていうふうに言ったら、彼女の訪問は、心よくですね、はい、行きますということで、返事いただいてますんで、またですね、みんなとお会いして、まあ今回は一週間だけなんですけども、まあ楽しいステイができるんじゃないかなと、思ってます。まあ、ということで、トシさんも、10月はよろしくお願いいたします。マリッサさんもよろしくお願いいたします。で、っていうのはですね、10月ですね、トシさんは福岡空港から、マニラを目指して、僕は成田空港からマニラへ目指す。で、時間帯が違うんですよ。僕はですね、福岡空港が、12時、1時ぐらいかな、1時かな、ちょっと待ってください。成田空港が、1時5分で、マニラ空港に着くのが、夕方の5時20分なんですよ。で、それからですね、その、トシさんに予約していただいたケソンシティにあるコンドミニアムに移動しなきゃいけないんですが、ちょっと、分かりにくいので、まあ、これはトシさんにもお願いしてるんですが、マリッサさんに、空港まで迎えに来ていただいて、で、一緒にですね、それ空港から、泊まるコンドミニアムまで連れてってもらって、で、そこでちょっと休憩をして、今度トシさんがですね、11時ぐらいにマニラ空港に着きますんで、それに、僕と、マリッサさん、奥様と、トシさんの奥様と一緒にトシさんを迎えに行くというような、手はずになってます。ということで、マリッサさん、よろしくお願いいたします。で、11月もですね、お世話になるんですけど、実は。11月は僕は、セブ島経由でマニラ入りますんで、到着する時間が非常に遅くて、多分コンドミニアムにチェックインできるのが夜中になってしまうので、その前にですね、鍵だけをですね、マリッサさんに取っていただいて、で、空港まで迎えに来てもらうか、どっかで待ち合わせて、鍵を渡してもらうっていうような形をお願いをしてます。トシさん経由で。トシさんには、ご相談してますんで。11月ですね。はい。で、12月はまたトシさんと一緒に行くんで、もう、泊まるところも決まってます。コンドミニアムももう予約済みですので。で、僕がですね、実はその、マニラに、フィリピンにですね、マリサさんは今日は寝てないので今ダウンしているかもと言ってますね。はい。そうかもしれませんね。大変ですからね。なんか疲れてたような感じですよね。多分。でも、マリサさんの2番目のお姉さんがですね、レイテから、Facebook ライブをなんかやられてましたよ。かなり。電波悪い中、よくできたなと思うんですが、まあ途中で切れちゃいましたけど、すっごい、活動的なお姉さんで、本当に感服いたします。リスペクトしてますよ、僕は。本当にね、お元気なんですよ。ダンスを踊ったり、やったりとかですね、本当にね、アグレッシブな、お姉さんで、感服しております。
で、あの、YouTube チャンネルにですね、ある某 YouTube チャンネルで、フィリピン、マニラとセブの、ナイトライフを中心にした、を紹介した YouTube チャンネルがあるんですよ。で、その方のチャンネル見ますとですね、コメント欄にかなり訂正の書き込みがございまして、例えばこういうことがありました。マカティという、あの、一応主要都市の、あの地区に、マカティじゃない、あ、マカティだね。マカティというその主要都市、マニラの主要都市、中心都市のところに、シネマスクエアというところがございましてですね。それを、あの、シネマス、マカティにあるシネマスクエアですということで、紹介をなさってたビデオがあって、そこに書き込みがありました。多分、あの、フィリピン詳しい方か、もしくはフィリピンにお住まいの方かもしれませんけども、今はもう、あの、シネマスクエアとは言いませんよと。それは昔の言い方ですよと。で、フィリピンの方も、なんだそれ、昔の名前じゃねえかって言ってますよっていうふうなご指摘が、言ってました。で、今はですね、マカティスクエアって言うそうです。正式な名前が。ですから、それを訂正なさってました。で、もう一つ、その方がですね、フィリピンでは銃が、あの、銃に持てるというふうな、あの、ことを言ってらっしゃったんですよ。銃のお店ショップに行って。それもなんか訂正されてました。フィリピンではその銃には持てませんよ、と。で、所持なんとかと、二つその、そのライセンスがないと、勝手には持てませんよ、っていうふうに、訂正なされてました。でですね、あの、やっぱりですね、その海外の情報を YouTube なんかで流そうとすると、やっぱりある程度の信頼性がないとですね、困ると思うんですよ。あの、間違った情報を伝えると、これはやっぱり YouTube ですから、かなり不特定多数の方が見るわけですから、その辺はですね、十分お気をつけになった方が、僕はいいと思います。ですから僕はあえて、自分の YouTube チャンネルの中で、フィリピンはこうですよとか、ああですよっていうのは言わないんですよ。っていうのは、皆さんよく知ってる方他にいっぱいいらっしゃいますんで、ね、僕だけが知ってるっていうような感じではないので、情報をですね、垂れ流しにして間違った情報を流してもしょうがないですんで、その辺はですね、あくまでも自分の感想に留めるべきだと僕は思ってます。この辺がですね、YouTube の難しいところで、やっぱりですね、その情報を、ね、垂れ流しにしてですね、ただこう配信して間違ったこともそのままでっていうのはちょっと僕はですね、どういうもんかなと僕は思ってます。で、常日頃ですね、僕はその確認の意味で、大先輩のトシさんにですね、実はこういうことがあるんですけど、本当はどうなんでしょうとか、いろいろ聞くんですよ、僕。これはどうでしょうかとかっていうことを結構聞くことが多いです。っていうのはやっぱり確認の意味なんですよね。で、トシさんはですね、もうフィリピンは長いので、逃避なさってる、もう何十年前から逃避なさってるんで、もういろんな情報をお持ちなんで、やっぱりですね、正確な情報をやっぱり伝えたいときは、やっぱりそういうふうにして確認をですね、必ずした方がいいと、僕は思ってます。ですから、その某、その、チャンネルでですね、そのフィリピン・マニラの夜とか、ナイトライフとかをですね、ご紹介なさってるビデオが、その動画があるんですが、まあ、僕が心配してるのは、その盗撮まがいのこともやられてるんですよ。撮影禁止のところをカメラ入れて撮ったりしてもしてます。ですから、それもちょっと心配です。特にフィリピンみたいなところで、そういうことがあって、まあ、もしバレたときに、ただじゃ済まないんじゃないかなっていう気もしますんで、多分警察飛んできて、警察をつるんでて、お前10万ぐらい出してたないと拘束するとか、脅かされたりする可能性もありますんで、もう重々お気をつけてください。で、フィリピン、興味があって、これからフィリピン行かれる方も、そういう国ですので、十分お気をつけて行ってらっしゃいませ。
楽しんでください。ということで、まあ、ミニ知識2、パート2でございました。はい。まあ、間違った情報はね、あんまり流さない方がいいと思いますよ。あくまでもやっぱり自分の主観、私はこうでしたっていうことの方が僕は無難だと思いますよ。YouTube で流そうという情報はですね。だから僕は例えばその Facebook でも流してるんですが、今回ですね、iPhone を日本から2台持ってって、オープンラインっていう、まあフィリピンでオープンラインって言うんですけども、要するに、そのシムゲタ、使ってですね、どこのキャリアでも使えるようにするんですよ。お店でやってもらうんですけど、それが結構いい。まあ、あっちからすればいいんだよ。日本にすれば安いんですけど、まあ、1500ペソ、3000円とか、だったんですよ、今までは。で、マカティのその繁華街でも、そのシネマスクエア、今はシネマスクエアとはね、マカティスクエアでは、僕が前に乗った時は1500。で、僕の知り合いの方が1000ぐらいで、そのオープンラインをしてもらったという情報があって、今回ですね、ケソンシティの近くにある、そのところ行ってやってもらったらですね、900だったのかな ?900 か800か忘れましたけど、そのぐらいだったんですよ、オープンラインが。で、それをですね、報告したんですけど、一応こういうことがありましたと。で、一応、オープンライン、できましたよということを言ったら、まあ、ある方が、その、Facebook でやったら、その値段は詐欺ですとか言われましてですね、なんだこりゃっていう感じだったんですけど、僕はこれあくまでも、要するに僕がこうでしたよっていう情報の提供ですので、ね、これが皆さんにもお勧めする方法ではございませんので、その辺ですよね。はい。はい、サコシさん、こんばんはでございます。ご無沙汰しております。お元気でしょうか。コーピーさん、もうコンビニ飯のレビューはしないんですかという。今日はですね、僕もうご飯を食べてしまいまして、すいません。コンビニ飯のレビューはしたいと思ってるんですが、前はですね、前僕が住んでた時はですね、近くに、ローソン、ミニストップがあったんですよ。ところが今はですね、僕が近いと、一番近いのがローソンしかなくて、あとファミリーマート、ローソンじゃない、セブンイレブンしかなくて、ファミリーマート、ローソンはちょっと遠いんです。で、ちょっと買いに行って、そのチェックして、コンビニ弁当の紹介っていうのができづらいんですよ。セブンイレブンはできるんですけども、特にですね、ローソンさんが、結構そういう力入れてて、お弁当とかおにぎりとかそういうのであって面白く僕は紹介してたんですが、ローソンになかなか行く機会がないので、なかなか、今のご指摘とそのレビューができないっていう状態で。サゴシさん、突然なんですが、僕の LINE って届いてますでしょうか？届いてません。ごめんなさい。届いてません。というのはですね、僕 LINE 変わってます。実は。で、僕の Facebook 上で、僕のQR コード、LINE の新しい QR コード載せてますんで、それを参考にしてください。申し訳ないです。はい。そういえば、サゴシさんのあれがないなと思ったんですよね。LINE で。そう、サゴシさんの届いてないんだよね、多分。サゴシさんの LINE は何で入ってるんだろう？何の名前で入ってるんだろうな。
ないな。わからん。ちょうど1年前の8月25日に僕の Facebook で1年前ということで、思い出をシェアしたんですが、そのマニラにあるですね、マカティにある、うな基地っていうところがあって、うなぎを出してるんですよ。で、ランチでうな丼と味噌汁とおしんこがついたセットで、安かった。はいはいはい。今ですね、はい。ソータさんから来ました。はい。大丈夫ですよ。着きましたよ、佐越さん。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。OK です。まあ、はっきり言いますとですね、その男性の嫉妬心っていうほど怖いもんないですから、まあ、男っていうのはその自尊心とか、そういうのを、侵されると、非常にやきもち焼く方がいらっしゃるんで、その辺はですね、男同士のあれでも、非常に難しく、ナーバスな問題ですんで、皆さん、そういう時はお気をつけください。はい。僕はですね、今回、先輩たち、そのフィリピンの先輩たちをですね、こう差し置いてって言ったらおこがましいんですが、まあ、先輩たちと全く離れまして、そのトシさんにお世話になってるんですけども、そのディープなですね、そのフィリピン人に近い、生活というか、そういうのをさせてもらってるんで、皆さん、要するに、わかんない。本当に、日本人あんまり来ない。もう、お付き合い、普段、付き合ってる、お話するのが、もう、フィリピーナの方とか、あと、男性のフィリピーノ、フィリピン人の方の、昔、としさんがお仕事なさってた、方の息子さんと、そのまた息子さんと奥さんとか、そういうディープなですね、フィリピンの世界を体験してますんで、それをですね、やっぱりその、Facebook とか、そういうものに上げますとですね、その日本人の移住者、日本人で集まってる、こちゃーっとコミュニティがあるんですけども、そういう方たちの一部の方にですね、非常に反感を買ってですね、焼き餅を焼かれて、今はですね、Facebook のお友達も消されてます。そんなことまでされてしまいますんで、皆さん、
その男の友情っていうのは熱いって言いますけども、嫉妬心には気をつけてください。非常に厄介です。はい。俺はそんなこと思わないんだけどな。僕がですね、逆の立場だったら、どうなんでしょう。別にね、俺はどうも思わないんだけど。なんでですかね。だってそういうので、みんなでね、共有して、なんでそういうふうになるかなっていうのは、ちょっと僕はわかりません。はっきり言って。理解できないです。まあ、これはですね、まあ、今回、まあ、2週間ほど、トシさんと一緒に、マニラに滞在して、まあ、いろんな、こと、僕が初めてのことを体験させていただいて、まあ、こういうあれになってるんですけども、まあ、やっぱりね、日本人の移住者の方が日本人だけでこう集まっちゃってなんかやっちゃうっていうなるとですね、なかなか、僕は世界観が広がらないような気がして、僕は逆にですね、フィリピン行ったら日本人の人とはあんまり会いたくない。はっきり言って。はい。で、今回はですよ、僕はトシさんと一緒に2週間過ごしたんで、日本語も使いましたし、まあ、英語も使いましたけども、やっぱり僕が一人で行くと、ほとんど日本人の方とは接触しませんので、他の方と。ですから、もうほとんど英語なんですよ。ですから、僕は、まあ、英語まださらに、高望みじゃないですけど、さらに上手くなりたいと思ってるんで、もっと勉強したい。ですから、フィリピン行ったらもう 100% 英語でもいいっていうような感じでいますんで、あんまり日本人の方とは接触したくないんですね。はっきり言いまして。で、まあ、トシさんとですね、こう行くのは別ですよ。トシさんは、フィリピンの女性を奥さんにもらってですね、日本に連れて行こうっていう方なんで、もうそれはもうそれとして、またリスペクトするところがありますんで、それが嫌ではなくて、僕は日本人の方で移住なさってる方で、こう、こちゃこちゃっと集まってですね、日本に、みんな月1ぐらいで集まってやるってのはよくわかるんで、日本人の心情としてはよくわかるんですが、僕はあんまり好きじゃないですね。それは。それだったら、フィリピンの、の方と行った方がいいような気がするんですけど、まあ、その辺はちょっと、まあ、いろいろ難しいところがあって、まあ、その辺はですね、まあ、各個人の、まあ、考え方、主観もありますんでね。はい。あれですか、サゴシさんがですね、カブラギさんの使われている回線の速度をできたら教えてくださいということで、インターネットの回線でよろしいんでしょうか。で、私の今インターネットの回線の環境はですね、ソフトバンク光を使ってます。で、マンションタイプです。マンションタイプの VDSL、マンションタイプの VDSL 回線。回線じゃない。VDSL ですね。建物の、配電盤の中までは光ファイバーが投じてるけど、各部屋に配線は VDSL、電話回線を使いますよというタイプで、スピードはですね、上下で約60メガぐらい。まあ、早い時で80メガぐらい。どんなに早くてもマックスで100しか出ませんので、上下で。まあ、そんなに早くはないです。で、その回線でですね、ライブをやろうとすると、どうしてもエンコーダーを使いますとですね、ちょっと苦しい。まあ、コンピューターのスペックにもよるんで、パソコンのスペックにもよるんですが、僕のスペック、現のスペックで、今の回線でやると、エンコーダーソフトを使うと、ちょっと大変です。ですから僕は今ですね、極力、YouTube 専用の使ってる、Google Chrome プラス、YouTube ライブの、
システムを使ってますんで、負荷がないので、今の回線状況で、でももう全然平気でそのライブができますんで、ぜひこれはおすすめです。もしですね、これから YouTube ライブ始めようとかと思ってる方は、エンコーダーソフト使わずにですね、Google Chrome プラス、その、新しくなった、その、今はベータ版なんですけども、その、新しい、その、Google、YouTube ライブシステムを使って配信をしてください。すっごい軽いですから。パソコンスペックにあんまり左右されないみたいです。はい。で、参考になったでしょうか。で、一つですね、この前言いました、つい最近そのやった、その、格安シムに乗り換えて、下駄履かせて格安シムに変えて、一つ難点がありまして、僕の環境では、うん、僕は、これあくまでも僕の環境では、U モバイルのシムで 4G でやっても、スピードがほとんど出ないです。Wi-Fi の方が早いです。めったく。これ、だから外で僕は使うこと、4G 回線をですね、使うことってあんまりないんですよ。自宅では Wi-Fi ですし、外に出てもポケット Wi-Fi 持ってるんで、その電波使えますんで、そんなにその 4G 自体を使うことはないんですね。ですから、そんな遅くても気にならないんですけども、もしですね、その、僕のそのビデオなり、これからその、格安シムに乗り換えたいなぁなんて思ってる方は、その辺を気をつけないと、4G は変わりないんだけど、すっごい遅かったりとかしますんで、お気をつけください。もしそういうことをご希望の方がいたら、その辺は、お気をつけください。で、あともう一つなんですが、フィリピンで買ってきたこのサムスンのですね、これ、サムスンの、J1 ミニプレミアム。これがですね、まあ、あっちで8000円で、日本で調べましたら、まあ、約1万2000円、安いところで1万2000円で売ってるんですけど、電池がですね、新しい、新品なはずなんですけど、非常に、減りが早いです。で、多分 1200mAh しかないので、そのせいだと思うんですけども、やっぱりちょっとこれ古いんで、その辺だけですね、問題は。やったらバッテリーの、減りが早いです。これは。iPhone もそんなに大容量のバッテリー使ってるわけじゃないですから、あんまり変わらないんですけどね。まあ、これからですね、格安シムに乗り換えようっていうような、来たいなぁなんていう方は、その、契約する前にですね、よくその辺を調べて、どのぐらいその回線が出るのかを調べた方がいいと思います。で、僕のところは特に11階なんで、その、やっぱり携帯の電波って入りにくいんですよね。どうしても。でも、これから、その、2年縛りとか3年縛りもなくなるみたいなんで、でね、シムロック解除もなんか、中古の、シムロック解除も来年の7月から、なんかシムロック解除ができるようですから、
まあ、だからもう、キャリアがですね、シムロックした端末売らなきゃいいんですよね、もうね。はっきり言って。それがなくなればもう問題ないのにね、やっぱ自分の利益を守ろうとするんですよね、みんなね。その辺がちょっと僕は理解できないんですけど。まあ、NTT の回線はですね、比較的その、G4 は、4G はですね、入りやすいですね、僕のところは。一番その電波状況が悪いのは、UQ 前はなんとか。これがもう全然入りませんでしたね。契約したんですけど、もうすぐやめました。で、ソフトバンク、にしましたかね。で、ソフトバンクもですね、あんまりその電波状況は良くない。やっぱ高いとこダメですね、11階は。で、もう一つ。私ですね、実はその、メルカリでですね、iPhone 5S の SIM フリーのやつが5000円で売ってたんで、それを買ったんですよ。で、買ったはいいけど、後からですね、チェックして調べたら、その、シムフリーって名乗ってるんですけど、シムロックだったんですよ。その端末が。で、NTT の、ドコモのシムロック端末で、嘘なんですよね。嘘ついてるんですよ。シムフリーなんて嘘。それを僕買って、買ったはいいんだけど、入金したらですね、全然連絡がつかなくて、今でも商品送ってきてませんわ。で、私もしょうがなくてメルカリの、事務局に相談しまして、メルカリもですね、なかなか最初は動かなかったんだけど、2回ほど僕ですね、クレームを上げたら、メルカリの方で、その、売り主にですね、メールで読んでくださいと、連絡入ってますから読んでくださいっていうのを、送ったそうです。連絡したそうです。で、それでも24時間ない場合は、メルカリの本部の方でキャンセルをしますという回答が来ました。まあ、5000円なので、まあ、ね、すっごい金額ではないのでね、よかったんですけど、まだ。でも、それでもね、やっぱり5000円で他のものを買いたい、買えますからね。まあ、いいんですけどね、ドコモのロックか、シムロックの端末でもいいんですけども、商品が、そもそも20日に払っても25日になってもまだ届かない。発送連絡もないっていうような感じですから、これは多分無理でしょ。来ないでしょ。うん。連絡もつかないです。何回も連絡してるんだけど、連絡売り主には全然つかないです。どうなってんのかなって感じですよね。
まあ、まあ、メルカリだけじゃないんですけども、そういうサイトを使うときにはご注意くださいということです。まあ、初めてですけど、僕はメルカリでいろいろまあ買ってるんですけども、こういうことは初めてですね。こういうトラブルは、メルカリでは。ラクマではありましたけど、何回か。だから、ラクマはまあ一切僕今使ってません。メルカリだけにしてます。で、メルカリで僕は、2、3品、売りに出して、その時も全然問題なく、お金もちゃんとも入ってきましたんで、問題なかったんですけども。まあ、珍しいことでしょうね。まあ、ちょっとね、おかしかったんですよ。その売り主が。質問のあれを見たら、例えば、その IEMI だっけ、の番号を教えてくれてたら、それって何ですかとか聞いたりとかしてましたんで、なんかおかしいなとは思ってたんですけども、やっぱりね、そんな感じでしたよね。そう、IMEI ですね。IMEI の番号を教えてくださいっていう、その質問コーナーにですね、書いてあったんですけど、IMEI って何ですかとかって、その犬主が言ってたんですよ、実は。だから、いや、ちょっとやばいなって、それも後から気がついたんで、最初からね、気がついてれば入札しなかったんですけど、買わなかったんですけど。で、一応ですね、その、売りに出すときは、メルカリの規則で、携帯電話、中古の携帯電話を売りに出すときは、IEMI を表記せよということになってるみたいです。で、それを表記せずに売ったっていうのは違反みたいですよ。IMEI を表記せずに売るってことは、本当はできないみたいですよ。で、僕がフィリピンのですね、そのケソンシティからタクシーで行けるそのアップルストアに行ったんですけども、そのアップルストアに行った時に iPhone SE と iPhone 7、あと7 Plus、iPhone 8、8 Plus、iPhone 10と店頭で売ってたんですけど、値段がですね、日本に比べますと3割ぐらい、2割から3割ぐらい高いんですよ。で、なんでこんな高いのかなと思って、現地の人に聞いたら税金だと。タックスですということで言ってましたんで、海外から入ってくるものには極端に高いらしいです、タックスが。で、フィリピンはですね、前もお話ししましたけども、低減税率、要するに物によって違うんですよ。食品はいくら、これはいくらとかっていうふうな、形な税金みたいです。まあ、海外に入ってくるものには、なんか極端にその税金が高いみたいですよ。だから、そのビボっていう中国メーカーの、そのビボっていう、その、スマートフォンを売ってるんですけども、中国メーカーの。結構高いですよ。見ますと。1万2000とか1万ペソ以上するんじゃないかな、みんな。1万ペソっていうと約2万円ぐらいですからね。2万円ちょっとですから。安い安いで8000ペソぐらいだから、1万5、6000円。まあ、それでも日本から比べたら安いですけど、日本のスマホは高すぎですよね。普通のアンドロイドでもね、3万、4万、5万、6万。もう平気でしますんで。まあ、日本人、iPhone 大好きですから、現地のフィリピンの人に聞くとですね、iPhone ってそんなには人気ないみたいで、ニーズもそんなに日本よりはないみたいですよ。フィリピンでやっぱり人気のあるスマホはですね、Vivo とか OPP かな。OPP か OOP か忘れましたけど、そういうとことかですね。あと、
もう一つの中国メーカーとか、そういうのが人気あって、iPhone はそんなにはですね、日本ほど人気があるわけではないです。で、日本は安いですから、iPhone。海外は iPhone 高いですからね。特にフィリピンは高いですから、買えないんですよ。高すぎて。日本で買おうとなると安く買えますんでね。まあ中古も含めて。だから、まあ、僕がこの買ってきたですね、このサムスンの、このサムスンの J1 ミニプレミアムは8000円、あっちで8000円。日本で1万2000円ぐらい。ですけど、これは一応 SIM フリーですから、日本の、SIM はほとんど使え、ほとんどじゃな、まあ、SIM フリーですからほとんど使えますよね。だから実際に僕ですね、ソフトバンクも入れたし、ドコモ系の格安 SIM を入れて動作確認してますんで。でちょっと不便なのが、これ日本語に対応してないんですよ。前にも言いましたけど、日本語に対応してないので、全て英語表記なんで、ちょっとめんどくさいかなと。まあ俺は別にそんなにはその気にはならないんですけど、例えば、売るときとかそういうのはまず無理ですよね。日本語表記なきゃね、売れませんよね。まあこれからですね、その日本でも、そのまあ新品ではない中古の、要するにスマホのシェアがもっと増えると思います。個人的な考えで思いますと。っていうのは、要するに、SIM フリーをしなきゃいけなくなるんで、メーカーの方も。で、中古で買ったやつも積極的にですね、SIM フリー化できますんで、中古を需要はもっと僕増えると思いますよ。だって、SIM フリーになればどこの SIM でも使えるわけですから、わざわざ新しいの買わなくても、ちゃんと、程度のいい、中古で SIM フリーのやつを買えば、別に問題ないわけですから、縛りもないし、中古だと。まあ新規ですと、確かにそのキャリアのおまけが多くて安く端末買えることが多いですけど、やっぱり2年縛りになりますんでね、最低でも。その間の2年の間で分割で何百円とか何千円ぐらい、まあ月々何百円とか何千円ぐらいで、その分割でその端末代を返していくっていうような形なんですよね。だからこれからはですね、その各そのキャリアのがですね、端末を売るっていうのをどうかなと。もう SIM フリーになったらもうどこでも一緒になるから、どうなんでしょう。ドコモとか そういうキャリアの垣根は変わらないんでしょうかね。まあ実際に僕がその今使ってるそのソフトバンクのキャリアのこの iPhone8 プラス、iPhone8 プラスが、今そのドコモ系の格安 SIM で使えてるっていうのを考えればですね、すごい利便性があるわけですよ。その中古に関しても新品に関しても、確かに高いわけですから、キャリアで運用するとなるとね。で、3ギガまであって、月々1600円ぐらい。
でデータ通信ができるわけですから、と日本は高いじゃないですか。1ギガでキャリアだったら3000いくらぐらいしますよね。で、アメリカで去年一番売れた機種がですね、スマホの機種で一番売れたのが、アップルの7プラスらしいです。アメリカで一番去年売れたのが。アメリカもですね、アップル製品はやっぱり強いんですよね。強いというか人気があるんですよね、結構。で、僕ですね、正直に言いますと、英語の勉強のため、もあるんですけども、海外の、エッチな、ライブサイトをたまに見るんですよ。そうすると女の子がもうすべて英語で会話ですから、それについていこうとなるとチャットもしますんで、英語がわからないとできない。ですから必死にやっぱり、そのモチベーションとして、勉強しようという積極的なモチベーションが上がるのを助けようって言ったら、ちょっとあれになりますけど、まあそういう意味もあって、ちょっとエッチなサイトをたまに見てます。ただ、当然無料ですけど。日本はそういう、日本人がやってるところはめちゃくちゃ高いですよ、そういうのは。ただっていうところないですから、皆さんお気をつけてください。僕のところはもう完全無料ですから、見るだけなら。で、英語の勉強にもなるし。で、今、その英語の勉強も並行、と並行に、タガログ語もですね、少し勉強今、してます。で、フィリピンだけに特化するんであればね、僕多分フィリピン以外はこれから行く予定もないので、フィリピンだったら、まあ、タガログ語でもいいのかな、英語ができなくてもと思うんですけど、まあ、英語ができて、別に損することはないので、まあ、英語も一緒に勉強してもいいかなと思ってます。で、これからはですね、ちょっとタガログ語もですね、かなり積極的にちょっと勉強しようかなと。で、最低限の話ぐらいはできて、例えば、お腹すいたとか、おはようございますとか、さっきのこんばんはとかですね、そのぐらいはですね、話せるように、挨拶で買い物ができて、これいくらっていうようなぐらいが話せるようなタガログ語ができればいいかなと思ってます。で、タガログ語はですね、ローマ字表記に近いんですよ。だから発音もですね、ローマ字表記に近い発音をするんで、すごい日本人には分かりやすい。英語より多分簡単かもしれませんよ。覚えるのは。でですね、僕のサイトで、さっき話した某、フィリピンのナイトライフを中心に紹介している YouTube チャンネルがあるんですけど、そこでですね、マカティのスクエアに行った時に、なんかマッサージに行ってるんですよ。で、マッサージに行って、観光客が、英語でハマッチとかって聞くのと、タガログ語でいくらって聞くのと、答え、返ってくる値段が違うっていう話をチラッと書いてあったんで、そんなもんなのかと。タガログ語で言ったら安いらしいですよ。なぜか知りませんけど。で、英語でハウマッチはあんまり、まあ、
日本語でいくらって聞くよりはまあいいですけど、それ以外の言語はなんか高くなるような傾向があるっていう、まあ本当かどうかは分かりませんけど、そういうはあの話書き込みがあったんで、ちょっと僕は覚えてるんですけども、まあどこまでそのタガログ語で覚えられるかっていうのは、まあもうこの年なんで、もう63歳なんで頭固いんですよ。ですぐ忘れるし、ね、あのなかなかそのついていけない、なんで、まあ必死で勉強しないと多分無理だと思うんで、まあタガログ語ぐらいはなんとかマスターしたいなと思ってます。だってあれですもん、あのフィリピン人同士の時の会話って英語じゃないですからね。全部タガログ語ですから、分かんないと何言われてるか分かんないし。で、あくまでも僕は、その、まあ、お金を出さないで、勉強、独学ですよね。で、勉強したいと思ってます。だから、英語の方も僕はもう完全なる独学なんで、タガログも、まあ、それに、たがわず、まあ、周りに、まあ、フィリピン行けば、周りにそういう方いらっしゃるんで、まあ、英語プラスタガログ語も勉強できるか、まあ、語学留学じゃないですけど、そんな感じで、うん、まあ、勉強できたらいいかなと思ってます。で、英語ですと発音がですね、間違えると通じませんので、まだね、タガログ語の方が、そのローマ字読みに近いんで、あと G の発音がちょっと僕わかんないんですよね。語尾に来た G っていうのはなかなか発音が、あるのかないのか僕にはちょっと理解、まだそこら辺がよくわからないです。 G、G、NG とかね、そういうそのタガログ語の発音はどうするんだっていうのはちょっと僕わかりません。発音っていうのは大事で、あの発音悪かったら何言ってるかわかりませんからね。いくらその単語並べたとして、日本和製英語に近い発音だったら全然通じませんので。だって、フィリピンの方にですよ、sing song って言ったって通じないんですから。sing song。sing song って何って感じ。発音が悪いから聞かないんだ。sing song でも通じない。これは何て言ったら通じるのかっていうのは僕はもうわかりませんでしたけど、とにかく発音です。発音が悪いと通じませんので。だから営業をこれから勉強しようとか今勉強なさってる方は発音はかなり、勉強した方がいいと思います。だって単語してだって発音悪きゃだって通じないんですから。相手に何言ってるか。あの書けば別ですよ。書けば別ですけど、会話の中でその発音が悪いんだったら何言ってるか分かんないんだから相手が。あとは、そうですね。同じ文字で発音が一緒で意味が違うとかってややこしいこととか、そういうのも勉強し、まあ英語にもありますけど。ということで、あ、1時間のはずがですね、まあもう1時間半以上経ってしまいました。で、なんで僕1時間って区切ったかというと、本当のこと言いますと、9時からですね、石森章太郎物語っていうのが24時間テレビの中で、
やるということで、ちょっと僕見たいなと思いまして、で、1時間って区切ったんですけど、もう始まっちゃってますね。まあ、しょうがないですね。僕ね、昔子供の時に、その手塚治虫とか、石ノ森章太郎さんとかですね、そこら辺の漫画を見て育ってるんで、で、僕は、ちっちゃい子時に、漫画家を目指してたんで、やっぱりこういうのにはちょっと興味があるんですよ。ですから、どうしても、これは見たいなと思いまして、1時間っていう時間を区切らせていただいたんですが、まあ、もう1時間半、40分ぐらいになるんで、そろそろですね、この辺で、失礼できればなと思ってます。まあ、これからちょっと積極的にですね、YouTube ライブは、この新しいその、Google Chrome プラス YouTube ライブシステムを使って安定した、多分、ライブ放送をご提供できると思うので、これを積極的に使ってですね、これからですね、まあ、週2ぐらいのペースでお伝えできたらいいかなと。思ってますんで、まあ、今後とも皆さんご視聴の方よろしくお願いいたします。ということで、お時間が1時間40分で、になりますんで、そろそろお別れしたいなと思ってます。それではまた皆さん、今日は最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい。あ、トシさん200円、スーパーチャットありがとうございます。はい。ということで、今日はですね、1時間、40分にわたり、トシさん2回も、もう、気をつけなくて、気をつかないでください。ありがとうございます。はい。ということで、スーパーチャット2ついただいたところで、お別れしたいと思います。それではですね、皆さん、今日はですね、お付き合いいただきありがとうございました。それではまた、近いうちに、お会いしましょう。ということで、フィリピンから見ていただいた、マリッサさん、今見てるかどうかわかりませんけども、マリッサさんも Thank you for watching. Goodbye, good luck, good night. ということで、失礼いたします。ありがとうございました。どうも、さよなら、Goodbye. See you again. Bye.